皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いいたします。本日もアンチャーテッド4やっていこうと思います。サムを追っかけてるって感じですね。ういこれは？なんかあった。焚き火の跡、テントの跡かな。人がいる。なんかある。バーンズの孫。1808年4月14日、無事にヘイズの銃弾を太ももから取り除いたが、傷口は海でいいのかな、これ。熱が下がる気配もなかった。山の奥に何が潜んでいるのか見たくてうずうずしたが、耐え難いほどの痛みを感じる。今は休み、体力を戻さなければなるまい。休んでいると、疑念が私の心に忍び寄ってくる。契約を破った者たちを罰したのは間違いだったのか。この地とエイブリーの財宝探しに人生を捧げてきたが、彼らの行動で危うく私の目的が台無しになるところだった。そうだ、私は正しい行いをした。今夜は休もう。熱も下がるだろう。明日には祖父の旅に私が終止符を打つ。祖国に戻ったらこの地での偉業を書き残そう。ジョナサン・バーンズ著書の本が図書館で歴史的な冒険記と肩を並べるのだ。最悪私は足を失うかもしれない。だが最終的には価値のある人生を送るのだ。クレアもようやく私に満足してくれるはずだ。クレア。ああ、裏返し。うん、欲しかったけど残念。まあね、もう少しのところで命を落とした。もう少しのところでってすげえ、本当にもう少しだね。キラーンはないね。よし、これは分かりやすい。ちょっと前回落ちたからね、今回は勢いをつけて何事も挑もう。うりゃ、足跡発見。また足跡。あれが口だ。モンスターの口。行こう。おー、怖っ。あれ、行くか。明るくなっちゃった。サム、ちょっといきなり叫ぶなよ。いるかもしんねえじゃん、レイフとか。いねえか。崩れそう、これ。あっちが崩れそう。もうこのゲーム何回もやってると大体ここら辺で崩れそうだなって大体あるよね。どっちもどっちでしょ。行き止まりとかないんでしょ。って言って両方見てみる。滑り落ちるところかな、これ。足跡。よし、そこだな。まあ足跡一人分しかないから、そんなに大勢いるわけ。あ、滑るぞこれ。滑ってジャンプ、×ボタン。いくぞ。よいしょ、いい感じ。ここまた怪しい。絶対崩れるこれ。やばい。やっちゃう。やった、ジャンプじゃない。ロープロープロープ。あぶねー。ジャンプじゃないよ。そっちか。あぶねー。あぶねーよ、本当だよ。焦ったわ。だいたいこのゲーム分かってきたよねとか言って焦ってる人。でどうすんだ。そこ落ちれる？落ちて平気？落ちるよ。あ、大丈夫だった。
怪しい。なんかある？おう。うわ、ハーケン使う。あそこ絶対ハーケン使う。ハーケンって、四角ボタンだったっけ？忘れちゃった。ここ落ちても平気そうだよね。なんかありそう。ピカン。あ、綺麗。すげえ綺麗。入浴剤入れてるみたいだね。あれ、ピカンあると思ったんだけど、ピカンない。あるじゃん。壺系ばっかりだな、なんか前回から。石の壺。あー、こんな壺って中身開いてなくね？こっちが入り口なわけないよね。うん、中がなんかなくなってる。うん、塞がれてる。よく、でもこんなに見逃してるんだよ、これ。ハテナがいっぱいこれね、間にあるってことは俺こんだけ見逃してるんだよね。やべえ。すげえ探してるつもりだけど。で、こっからだ。あ、もうハーケンやる準備してあるんだね。よし、四角ボタンいいんだね。いや、ちょっとハーケンさせるのか、ジャンプで。ま、頑張ろう、行こう。うわっ、はあ、刺したまではいいんだけど、え、どこに、ね、ほら、え、もういけなくない？いや、くそ、思ったより難しいな。下に下っていくのかな。うわー、わかんねえ。手伸ばさないし、落ちてハーケンか。あ、こうかな。お、正解だったっぽい。もうちょっと下かな。えい、これでジャンプで、ジャンプしてハーケンか。ジャンプ、うっと、 L1。 どこに行けっての。よし、できるはず。いや、できるはず。え、また間違えたよ。何やってんだろう。バッ、できるって。うわー、やっべー、間違えた。何ボタンで伸ばすんだっけ。ロープをかけて L1 で、あれ、これ以上下へは行かないのか。これで登るんだよね。じゃあ、あれにこっから落ちてちょうどよく飛び移れってこと。飛び移るっていうか、つかめってこと。あれよ、行くよ。じゃあ、できるって。うわー、やっべー。うわっ、うわ、やべやべ。嘘だ、嘘だ、嘘だろ。あぶねえ。こっちでいいかな。これ崩れそう。やった、死ぬかと思ったけど生きてる。一回死んだ。一回死んじゃった、ごめん。いや、次から次へと本当手に汗握るよね。なんかあった。で、ここに落ちちゃっていいのかな。うわ、海きれい。痛い。エイブリーの船か。こっ
ちどっち、ハーケンここ、え、でも下に下がっても行く場所なくない？すんげえギリギリ。上行く場所なさそうだし、下か？もっと下？あ、なんか行けそうな気がする、行けそうな気がする。どうやって行くんだよ。そっち側に行きたいんだけど。いや、もう一回ぐさっと、ぐさっと行かないか。うわー、参ったな。動いてくんない。あ、どうしたもんかな。上にも下にも行ってくんないし、あ、参った。て、いや戻っちゃダメ。あ、戻っちゃうか。横移動したい。あ、落ちちゃうか。ダメですかね。場所間違えちゃったかな。横ジャンプできないし、ちょっと戻れる？うん、無理だよね。戻らせてくんないよね。それか下に、あ、やばい、落ちすぎた。いや、わかんないぞ。どっちから行けばいいんだろう。最初からあっち側に行けばよかったってこと？向こう側にもハーケンの跡がある。うー、危ね。そう、でもこっち側来たかった。そう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 。で、手かけられるよね。上いけるかな。じゃ、ジャンプ。今一瞬時が止まったよね。いや、こっちからはいけねえぞ。どうする？落ちて刺す。で、届くかな。うわ、ほんと、もうコントローラーを握る手が汗。ほんとドキドキするわ。やっとだよ。ね、よし。うわ、難しかった。で、ジャンプだね、今度こそ。あぶね。やばかったな。なんだ、まだまだか。なんだこの白いの、石。やっぱこれ降りなきゃダメ。まあダメだろうな。ジャンプか L1 の用意をどうぞって感じだね。何がある？何？え、なんだ？おお。え、ちょっと待って。今ジャンプ。意外と浅いところに落ちたぞ。今ジャンプしたよね。やっぱこれ降りなきゃダメ。この声。あって。これちょうどストップ。あ、止まった止まった。あ、ダメ、止まれない。え、なんでなんでなんで、ジャンプしたじゃん。ちょうどあそこで、でも一瞬止まって、止まれたよね。やっぱこれ降りなきゃダメ。 L1 ってどっかに書いてあったか。ち
ょっと上の方も見てみよう。おい、マジかよ。よし、じゃあそういうことか。いや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 、無線ちょっと待って、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 ちょっと待って。あぶね、あぶね。これは焦るだろう、普通に。サムもこれやったわけ？いや、やってないと思うよ。まさかな、違う道見つけ。うるさいから潜らせとけ。ちょっと水の中ピカーンってありそうだよね。ないかな。あそこにあるのは樽？水の中ピカーンがあったとしても気づきにくいんだよね、なんかね。暗っ。上がろっか。で、どこ行けばいいの？なんかあるね、向こうにね。ちょっとキャンプの跡地みたいなやつがある。あ、なんもないか。なんか木枠みたいな感じだね。よいしょ。おっと、発見。これ何？ラジャスタンの獲物。何？ラジャスタンってダイソーで売ってそうな感じだよね。ダイソーで売ってるティッシュ入れみたいな感じだよね。もうなんか秘宝とか見つけなくてもこれ拾ったやつ売るだけでも結構な金になると思うんだけどな。どうしよっか。塞がっちゃってるかな。何？ヒント。水中の通り道を進む。なんだ、もうちょっとさ考えさせてくれてもよくない？まあ教えてもらったからありがたく進むわ。すげえ水冷たそうだし綺麗だよね。こっちかな。ん？違う、今来た道がこっち？俺方向音痴なんだって。あ、そうだね。こっちから来て、こっちかな。なんか強制的に潜っちゃったけど今。おうおうおう、今なんか光ってなかったか。あー、見えない。よよよよ、これよ。誰かいるんじゃねえの。終わりそうかい。これで最後です。よし、急げば追いつける。サムメ、ボートを盗みやがったな。エブリーの船だ、行くぞ。やめな、帰るよ。なんだと？大勢の仲間が死んだ。他の奴らは帰ったよ。あれを見ろ。いいか、ゴールは目の前なんだぞ。洞窟はあのイカれた海賊の罠だらけ。私はあの船には行かない。ナディーン、今ここで逃げ出したらお前の部下の命やこれまでの全てが無駄になるんだぞ。もう金は山ほど手に入れたろ。それに命があれば儲けもん。部下に見捨てられるはずだ。なんだって。今まさに
歴史を変えようっていうのに、お前はそんなはした金で降りるってのか。サムはその何倍も手にするんだぞ。奴が船から生きて帰れるなら持ってきゃいい。その資格がある。あんたと違ってね。いいか、ここで一日中罵り合うか、本来の目的を達成。いや、終わりにするんだよ。悪いな、ボス。いいか、傭兵の世界ではな、忠誠ってのは買うもんだ、得るもんじゃない。さあどうする、俺と一緒に最後まで見届けるか、それともここで終わりにするか。歴史を変えに行くよ。そう来なくちゃ。さあどうぞ。これで誰もいないかな。出れないのか、これは。どっから出れる。よいしょ。そんじゃエイブリーのお宝拝見するか。最後の秘宝。ナディーンの方はやっぱりしっかりけじめついてるよね。まあ、こっち側何もないか。レイフはもうダメだね、目がくらんじゃっててね。泳いでいけばいいのかい。まあ水中になんかありそうだよな。すんげえ綺麗。ね。何？え、誰かいんの？まだ。あ、じゃなくてもしかしてあそこにみんな行ったってこと？みんな別な場所に行ったんじゃなくてあそこに向かってったの、みんな。俺飲み込めてないの、俺だけ？ボート乗ったからみんな遠くの方行ったんかなと思ったんだけど、なんかぶら下がってない、あそこに。あ、違うか。あ、飾りか。人魚かなんかの飾り。さあどっから行けるかな。登れるわけないよね、こんなとこからね。こっちが崩れたってことはこっちからどうぞってこと？ぽいね。誰？しょわらいか。え、なんでしょわらいがここにいるの？
あーってことはあの重装野郎とかまだいるんだよね。もう勘弁してほしいわ。ハンドガンしかねえし。誰がいる？くそ、サム。いたらいたで鼻、ここやばい。落ちたら死んじゃう。お宝発見。おい、マジか。お宝発見はいいけどさ、持って帰る術がないよね。うわ、すげえ宝。なんか発見。サム、サム。うわ、レイク。いや、おネイト。サムはどこだ。ああ、ほらそこだ。サム。落ち着け、生きてるよ。こいつのせいで死ぬとこだった。俺はサムと逃げる。いや、ダメだ。レイク、宝はくれてやる。だから邪魔しないでくれ。嘘をついてたんだぞ、こいつは。ご立派だが、断る。さっさとここから逃げないと、みんな死ぬんだぞ。そりゃ違う。どうするナディン。無事でよかったな。そいつから銃を奪ってくれるか。渡して。本気で信用してるのかなあ。うるさいね。おい、お前何のつもりだ。ネイト、ナディは俺のパートナーだ。俺はパートナーを裏切らない。ほら行け。だがお前とサムは初めから俺が寛大なのをいいことに俺を出し抜こうとした。そのツケをここで。何のつもりだ。その銃をよこしな。ナディーン、同じことを言わせないで。自分がどれだけバカなことをしてるか分かってるのか。あれを見な。ナディーン、ふざけるのはやめて。何すんだよ。いいから見て。分かったよ、骸骨が2体だ。だから歴史のことは詳しくないけど、それが誰かは私にも分かる。おう、誰のだ。エイブリーとテューだ。殺し合った。そりゃ結構。それで宝に取り憑かれた者は皆報いを受けるのさ。俺たちを置き去りにする気か。私は行くよ。どうなろうと知ったこっちゃない。ナディーン、待て。じゃあね、レイク。ナディーン、おい、ナディーン、ね、ふざけるな。さっさとドア開けろ。レイフ、もうよせ。ほら、手を貸せ。みんなで逃げるぞ。いや、ダメだ。それじゃダメだな。サムを助けたらドア開けるの手伝うって。お前ら兄弟が息をしてるじゃん。たとえこのお宝を持ち帰ったとしても、その喜びを味わうことはできないな。頼むから落ち着けって。フェンシングの練習は外でしろよ。レイト、いいから黙れ。CQB。 おい、レイフ、こんなのマジでイカれてるって。ある男が言ってた。レイサン・ドレイクは左の攻撃をシャングリラへの道のりを争った。なんだよ。レイサン・ドレイクはルブアル反対で失われた都市を発見した。チクショ。右の攻撃？
いや、押してるんだけど。なんで右の攻撃、意味が分かんない。左での、え、なんで左手で攻撃してんのに意味が分かんねえ。ネイサン・ドレイクは伝説の黄金の像を発見した。おい、レイフ。あ、そういうことか。左側の攻撃、右側の攻撃ってことか。伝説だ。そいつは俺が殺してやったけどな。おい、レイフ、お前が俺を嫌いなの。ちょっと距離取った方がいいな。危ねえな。でも人がどんなに評価しようとお前はクズだ。いいか、クズだ。邪魔をするなと言ったはずだが。俺は全てを犠牲にしてきた。エイブリを探し出すためだけにな。それをこんな死がないトレジャーハンターの老いぼれペテンシーごときに奪われてたまるか。やめろ。お前の大事なお友達もすぐにお前の後を追うさ。構えろ、クズ野郎。そのようにな。どうすんだ、どうすんだ。使えるのか。え、さっきとでさじゃいいんだろ。面白くない。お前、どっちどっちだ。右ブロック、左ブロックで。痛えな。うわ、緊迫する。うわ、難しい。どっちがどっちか分からなくなる。振りほど。三角。ああ、攻撃が通用しねえな。やっぱタイミングが大事か。全部かわしてからじゃないとダメ。危ねえ。うわ、難しいな。あ、外した、外した。逆。うわあ、三角と丸か。俺一生懸命四角をしてた。うわあ、最初からもしかして。どっから。どっからなんだこれ。Ah!
ダメだね、こっちの反撃効かないね。ダメだ、三角丸。うわあ悔しいな、いつの間にか四角を押しちゃってるんだよな。丸、うわギリギリ。途中でチャチャ入れちゃダメなんだ。それこそ伝説のネイサン・ドレイクだ。分かった、参った。もういいだろう、俺はサムを連れて逃げる。ここで死にたけりゃ勝手にしろ。コウさんだ。いいかね、どんなに強がっても本当のお前は古代妄想を抱えた惨めなガキのままだ。しかも剣もろくに使えない。アバよ、ネイサン・ドレイク。ネイサン、なになになに、お嬢が悪い奴だ。それでこそやりがいがある。俺は何の苦労もせずに欲しいものはすぐ手に入れてきた。どうしたこれ以外の。どうしろってのよ。これも全て、あいつ上から落ちてくるな。俺がもらう。宝が欲しいんだろ。くれてやるよ。ほらやるよ。うわすげえ。ほら今助けてやる。ダメ、重すぎる。もう一回。無理だ、もう一度だ。もうやめろ。そら、姉さん。くそ、姉さん聞いてくれ。俺はただお前と宝を見つけたかった。黙ってろ。俺たち成し遂げたんだよ。もういいんだ。いやだ、絶対になんとか。姉さん行くんだ。絶対に方法が。早く行け。あるはずだって。方法なんてないんだ。いいか姉さん、頼むから生きて帰るんだ。いやだ、姉さん、今じきに吹き飛んじまうんだぞ。そうか、そうだよ。何やってんだ。いいから見てろ。おい、聞いてるのか。頭低くしろ。おい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 、やっべえ、崩れる。さあ急げ。サム止まるな、そのまま行け。うわ、
や。サリー聞こえる？いたわ。どこだ？ここよ。これで全部か？ああ、そのはず。残り物は好きに売っていいよ。本当に乗っていかないの？ここ数日きつかったから、気の利いたサービス付きの飛行機でゆっくりしたくてね。それにエレナと積もる話もあるし。だろうな。もう夜中に突然電話してくんのは勘弁してくれよ。ああ、ありがとう。元気でな。連絡しろよ。次は俺がビールおごるよ。忘れんなよ。そしたらウサギが逃げ出しまって校長のベッドがウサギのあれだらけになっちまったんだよ。おいちょっと待って、何の話してんだ。ネイトがマジシャン目指してたって話。おいサム、芸名あったの？おい言えよ。ハンサムネイト。なんだよ、間違ってないだろ。まあ腕はそこそこだったけどな。はいはい。ねえサム、ありがとう。あなたと会えて本当によかった。握手？え？そうじゃなくてこうだろう。あのバカなこと頼む。任せて。じゃあすぐ行く。いい子だ。かわいそうにお前に惚れてる。悪いか？なあ、寒さえ良ければ。嬉しいけど大丈夫だ。なあ、もし迷惑かけるって思ってるのだったら。そうじゃない、違うんだ。まあ、少しはそうだけど。なんていうか、お宝を見つけりゃ気が済むと思ってた。でもな、その反対で、今、なんていうかこう、虚しい。わかるよ。どんなにすごい冒険でも終わってみれば虚しさを感じる。それに時には何かを諦めないといけないこともある。俺はまだ冒険し足りない。それに古代都市は他にもあるんだろう。ほっとくなんてもったいない。残しといてやったんだよ。気が利くな。おっと、車だ。ああ。サム、成し遂げたろ。ああ、そうだな。おい。もう無茶な真似はやめてくれよ。ほら、さっさと行けって。気ある？うん。で、サリバン、次はどうする？うん。そういや、こいつに巻き込まれる前、ちょっとした取引に関わっててな。取引ね。うん。危険なのか？ああ、確か何人か、織田仏だ。そりゃ奇遇だな。ちょうど無所帰りのいい人材がいるって話最近聞いたんだけど。そいつは信用できんのか？そこそこ。ボルトガル語は？コンドセオマリドボルタルパラカザ。意味は？旦那はいつ帰ってくる？上出来。来い。俺の分の葉巻は？調子に乗んなよ。
よ、おはようさん。ああ、まったく、嫌さだな。おい、なんだよ。どうしたんだ？でっかい契約か？いや、もっとすごいぜ。この店の買い手が見つかったかも。マジで？ああ。そうか。なあ、それよかったじゃないか。おめでとう。まだ早い。でもきっとうまくまとまるさ。ねぎられたけどな。でもきっと最終的にはお互いにいい話になる。よかったな。ああ。で、残るのか？いやいや、まさか。とりあえずのんびり羽を伸ばして家族と過ごして暇さえあれや釣り三昧さ。悪くない。それでどこのドイツがここを買うんだ？ああ、お前だよ。なあ、真面目にさ。大真面目だよ。おい、ジェームソン。なあ、ちょっと待てよ。ねえ、みんなおはよう。何してるの？決める前にもう一度見ておこうかなって。鍵は旦那に渡した。ちょっと、ありがとう。冗談だろ。ねえ、伊藤。これだけは言える。これは絶対にいい買い物だ。逃す手はない。また後でな。わかった。ネイト。ああ。エレナがこの店を買うって？私たち二人が買うのよ。ああ、そうか。でも、なんで？ほら、マレーシア沖に沈没船があるって噂を聞いて私たちに言ったりだって。いや、ダメだ、エレナ。いいか、命からがらリバタリアを脱出しただろ。違法な仕事を引き受けたらどうなるか分かってるだろう。誰が違法って言ったの？見て、今朝届いたの。許可証？そうよ。マレーシアにいる古い知り合いが許可局に話を通してくれたのよ。すごいの、賄賂もいらなかったんだから。それはよかった。で、どうやって金もないのに店を買うつもり？ね、手を出して。え？ねえ、ほら、出して、早く。マジかよ。これどこで？ポケットに入ってたの。他にもどっさりね。どっさり？サムか。彼らしいわよね。だな。まあ、ほとんどがこの買い物で消えちゃうだろうけど。それに新しいカメラもいる。カメラって？ええ、あなたは引き上げを担当して私がチームを雇って撮影すればアンチャーテッドを復活させられないかなって。どうしたんだよ突然。普通に暮らすって言ってたろ。普通の生活を送ろうとして私たち逆に無理してたね。あの島にいた時私すごく楽しんでた。懐かしくって。ねえ、やりたかったことがやれるのよ。ただし今度からは合法な仕事しかしないこと。いい？それと撮影は私に任せて。とっても高いカメラもあるしね。まさかずっとこのこと考えてたのか。まあね。ねえ、でももちろん断ることだってできるのよ。え、いや、そんなの絶対ダメだって。それじゃジェームソンの早期退職が台無しになっちゃうだろ。無駄すぎる。そうね。苦労するぞ。望むところよ。
賛成ってこと？もちろん。デスクワークしなくていいならだけどね。ダメ、私もしない。私は撮影で忙しいんだから。俺だって潜るのに必死なんだぞ。わかった。それじゃあ交代でやる。おう、それかゲームで決める。本気で？マジ、俺練習したんだぞ。上達した。嘘でしょ。反射神経もだいぶ良くなったし。また本当に？さすがに心が痛むわ。負けるの怖いの？全然怖くない。じゃあ10点満点中どのくらい怖い？3ってとこね。へえ、11くらいにしといたらな。絶対俺が勝つ。そう。あ、まあ、そう。オッケー、乗った。ちょっと待ってもうエンディングかと思ってもコントローラー思いっきり離してた。だから嫌いなんだってこれ。もうなんだよこのゲーム。最初でかなりロスしちゃったからね、気づかなかった。おでも奇跡的になんかうまくいってない？あ、やばい、全然リンゴ取れてない。あ、やべ。あ、ゴール。全然だよ。まあクリアできただけな。犬？誰この子？どこ行ったんだろう。エピローグ。はい。君誰？なんか嫁に顔が似てるような気がしないでもない。あ、なんかもしかして教えてくれる？ママ、パパ、誰か。ねえってば。寝たいだけ。ちょっと待って、なんか手がかりっていうかさ、またいろいろあったんじゃない？じゃなくてだね、ちょっとこれ動画切ろうかどうか迷ったんですけど、もうなんかエンディング近いっすもんね。え？傑作。クラッシュバンディクート、プレイステーション。じゃあなんかあるかな、調べるもんとか。あるね。最高。これ何？ほんと片付けないと。後で。ハードコアサミット。いい趣味してるよね、ギターとかもね。
バイクトゥネイチャー、お風呂、ボディーボード、サーフィンって書いてあるけど、これサーフボードじゃないよね。これサーフボード、ファンボード、トイレ、なんか一部屋にギューッと凝縮されてるな。うわすげえ、なんだこれ、おしゃれ、鏡何歳ぐらいだろうね、13歳ぐらいでしょうか。もしかしてネイトのお子さんですか。置いてかれちゃった、どこに行ったの。これはサーフボードじゃない、これはアイロン台だねまあエンディング近そうなのでこのまま続行でいきます。結構今回長編だね。そしてクリアできちゃうのかな、これ。またこっから戦闘はさすがにないよね。あった、リンゴ、リンゴ食っちゃうんだ。微妙な顔してるね。ええ、あんまり美味しくなかったのかな。と、バナナ、なんかある。はあ、やった、サムとサリーが来るんだ。今俺たちは活気に満ちたバナナの通りにある小さなカフェで、この世のものとは思えない極上のエスプレッソを楽しんでいる。足を洗ってもう追っ手を気にすることもなくなった。引退ってのは不思議な感覚だ。いいもんだがまだ慣れない。この前よりマシなビールを冷やしたけってサムから伝言だ。俺は酒さえありゃ何だってありがたくいただいちゃうけどな。あとあの賭けは俺たちの勝ちだ。二人ともだぞ。禁煙生活12ヶ月仲良く継続中しかもここはキューバと来たもんだ。信じられないだろうが、それくらいお利口さんにしてるのさ。まあそっちの美人二人にもよろしくな。キャシーにはバックギャモンの準備をしとけって言っておいてくれ。リベンジするぞってな。2週間後にまた3人の顔を拝めるのは楽しみでならないよ。お前の相棒サリーより。あいよ、おう元気そうで何より。じゃあ家族なんだね、やっぱりこの子はね。ここは違う、これも違う。誰かいる？置いてかれちゃったって話してるとこ見るとやっぱり出かけたのかな。あれ？さっきのワンコは？どこ行った？おっと、もったいないな君、リンゴ捨てちゃった。ん？なんか犬の声がした。どうした？それ？食べたい。一個だけね。いや、そういう目されるとな。うわ、なんかすげえ表現できてる。じゃあもう一個ね。しょうがない。今日はこれでおしまいだからね。え？キリがないよこいつ。もうダメ、太っちゃうからね。俺みたくダイエットしなきゃ。じゃあね、行ってない部屋にも行きたい。この部屋は？いないんだったらパーティー開いちゃおう、バレないよ。なんか面白そうなものありそう、なんかあったぞ今。綺麗だな。
おお、綺麗だね、本当だね、かっこいいし。これページめくれない？いいよね、お父さんあんなかっこよくてね、お母さんあんな綺麗ってね、羨ましいよ。ほら、こういうの羨ましいよね、仲がいいくて。でなんかお家に置いてあるインテリアがもういちいちさ、おしゃれっていうかさ、希少価値の高そうなもん。おお、透明だよ、シャワールームが。ちょっと恥ずかしいよね、こんだけ透明だとね全部見えちゃいますよ。あとは何もないかな。何もない。他の部屋も一応見とくか。おお、高そう。この部屋は？うわ、おしゃれ。しかもこの額縁のさ、このガラス、表面のガラスに反射して逆側の景色が見えちゃうってすごい細かい演出だね。ここまでやるか、さすがソニーさんだね。これは？ポロン。お、いい音する。いいね。もう一回。あのサマーウォーズの最後のなつきちゃんのウクレレみたい。なつきちゃんだっけ？名前忘れちゃった。え、これは？かけてみようかな。お、かけてみて。ママの音楽の趣味変。これ結構好きかも。もういいや。BGM の関係は怖いんだよね、動画的に。あんまり有名な曲が出ちゃうとね、著作権的な感じになっちゃうからまずいんだよ。よし、1枚撮ろっかな。おー、かっこいい。またママ貸してくれないかな。うわ、かっこいいな。スピーカーいいね。これ望遠鏡？あ、この、これもいいね。うわー、高そうってさっきから高そうばっかり俺言ってんの。ちょっとしたさ、ショッピングモールとかにこういうのあるよね、民族的な扱ってるお店ってね。こういうあるんだ、こういうのあるんだけど、一個あたりが何万とか高いんだよね、現地から仕入れてくるやつってね。でも本物かなあれって。まあお店によりけりか。じゃあ行きますか。外にさっき行けそうな気配があったんだよな。うん、オープン。こら、行っちゃった。ちょっとライフイズストレンジみたい。うわー、なんか憧れるなー、こういう海沿いのねえ、白浜ですよ。最高の天気。あとは船のクルーが全員来れば。おお、素敵な車。車けど、まさか宇宙人にさらわれちゃったとか。あ、買い物行っただけか。いや、そこら辺にいるんじゃない。こっちからも入れちゃうわけ？入れなそう。行き止まり。この子裸足か。とぼけた顔してんな。ディフェンダーかな、この車。かっこいいよね。ディフェンダーじゃないこれ、違う？自転車もいちいちおしゃれ。
どっかに隠れてそう。ピカーンってない？ピカーンって。え、泳げ、あ、いけない。あ、魚がいるよ、ほら。向こう側にいそうだよね。カヌー、え、プライベートビーチっぽくなってない？いや、仲いいな本当に。で、そこで海を見ながら、いいね。ちょっとこの風景見よっか、ゆっくり。うん、いいかな。あんだけドキドキね、ヒヤヒヤした冒険からすごーい穏やかな場所へ来ちゃったんだけど、何が待ってるんだろう。あ、ワンコどうした？誰か？誰もいない？あ、そうか。どうした？ああ、ビッキー。ビッキー？ビッキー？ビッキー？どうした？よしっと、パパとママは？あ、じゃあ探そう。ほら。ねえ。え、一人で探す。ん？なんだ？食べ物は準備 OK。 どっかにいるのか？いけない。パパとママを探すと、こんな、なんかあれだね、海沿いに住んでる女の子なのに肌が真っ白だね。ここじゃない？こんちは。ここにもいないね。いないかい？待つしかないか。うん、どうでもいいけど、この動画1時間超え。どうしよう、なかなか僕の動画で1時間超えってないんだけど。わあ、よくこんなにピカピカにしたね。これ何？なんかを発掘したってこと？あ、なんか上に顕微鏡みたいなの置いてあるね。おかん、おかんがいる。ん？そうだ、この時サリーと遊んでもらってた。いいじゃん、かっこいい。あとは矢印ないね。かっこいいなあ、いちいち。お、こっちは？探す範囲を狭めたんだね。両親がこんなことばっかりやってるから、子供は自然と詳しくなっちゃうよね。おお、なんか、なんだこれ。写真を現像する。ん、なんだこれ。おお、
みんな仲いいね。あ、そうだね。ネガっていうのこれ。置いてあるね。ん？ここは何なんだろう。開かないのに三角ボタン。うん、どこの風景でしょう。このエリアには何もないかな。ん？なんか発見。変なの。え、自分？これ。鍵。これってもしかして鍵忘れてったの？え、これでこれ開くの？ダメだよね。絶対に。いける。無理。オープン。あ、これは例のじゃない？だよね。例のだよね、これね。もしかして俺が今まで拾ってきたやつもある？16世紀どこにあったの？その可愛い骸骨は何？不気味だけどかっこいい。本物じゃないんだよね。あれ、そこに置いちゃうの？これ。エブリンはあるコレクターから18世紀の大量の資料と一緒に海賊史の初版を購入した。その中でジョセフ・バーンズという男の興味深い手紙を見つけた。バーンズはヘンリー・エイブリーの船の乗組員だったことを語っている上に、エイブリーの莫大な財宝のありかをほのめかす記述があった。黄金の楽園なんてそれ以外考えられない。もし監獄からこの手紙を送ったのだとしたら、財宝はバーンズのものに、バーンズの元になかったことになる。となるとどこに？すべての始まりまで遡るしかない。ヘンリー・エイブリーのガンズウェイ号襲撃だ。何のこと？え、ジョゼフ・バーンズ。地図のメモ、最後に目撃された場所。上部のメモ、このマークは何？うん、こんな感じですね。ヘンリー・エイブリー、ガンズウェイ号略奪。これ全部読むの？エイブリーの財宝を探してたわけ。エブリンが持っていた海賊史には初版にしかない記述があった。もし著者の足跡をたどることができれば、エイブリーの財宝を見つけることができるかもしれない。ヘンリー・エイブリー、1659年から1699年、別名通称ベンジャミン・ブリッジマン・ロングベン、海賊王、大海賊、イン、何のこと？うん、ムガール帝国の財宝船ガンズウェイ号を襲撃、略奪した膨大な宝とともに姿を消す。マダガスカル周辺の海賊と手を組んで襲撃した可能性あり。トーマス・テュー（かっこ襲撃時に戦死）、リチャード・ウォント、ウィリアム・メイズ、もっといるかもしれない。海賊史の内容は何これ、眉唾物で、あからさまな捏造でいいのかな、捏造が含まれていることで有名。でも初版の記述の中には真実があるかもしれない。一体どこへ？地図、もうお手上げ。バーンズが乗っていた船は嵐で進路が
何、うん、レ、バーンズはパナマのスペイン人に拘束された。ふんね。行方をくらますことにおいてエイブリーはズバ抜けている。なんだか調べる場所を間違えているような気がする。エイブリーの財宝にたどり着くにはバーンズが頼みの綱。パナマについて調べてみよう。地図のメモ、右上から時計回り、バブ・エル・マンデブ海峡、ガンズウェイ号襲撃、合流場所の島、ここで財宝を山分け、アダム・ボールドリッチと接触、アセンション島、ここで食料補給、ナッソ・ニコラス、トロットの保護を受け身を隠す、1699年スコットランド最後にエイブリーが目撃された場所。これいつまで見るの？うわ、当分続きそう。読みかけてアホだったな。さらに調べてみた。バーンズの手紙には一番上の独房と書いてあったが、パナマまでまだ塔がある。かっこ崩れかけだけど。スペインの監獄は一つしかない。ここから当たってみるのが良さそう。問題1。パナマ政府はこの監獄に隣接する新しい監獄を建設した。よりにもよって凶悪犯たちが収容されている監獄。問題2。今のパナマは独裁者が支配している。調査を申請してもどうぞご自由にとはいかなそう。私たちにとって難題となる監獄の場所についてエブリンと長時間話し合った。方法を考えてみるとは言っていたけど、リスクを十分に理解しているか不安だわ。彼女も私も体が持つかどうか。海から上陸、いい点。最も直接的な方法。賄賂は必要なし、かっこまたは少額で済むと、スリル満点。財宝の場所がわかるかも。そして悪い点、財宝の場所がわからないかも。うん、極めて重大な不法行為。死の危険が高い。湿度の高い気候。地図スケッチ上、新しい監獄、旧監獄。地図スケッチしたパナマで丸ボタン、裏返す。嘘でしょ、これパパ。あー、もしかしてすげえ長いこと読まされるような気がする。シックパルビスマグナ。これ永遠に読まされるような。水を飲むのも小さな一歩から。ちょっとごめんなさいね、遅らせてください。読まないと送れないのか。フランシス・ドレイク卿、バーンズ・エイブリーの調査はひとまず置いておく。私の研究発表まで数週間しかないというのに、ドレイク卿関連の仕事が山積みだわ。どうせまた、人笑いに伏されて終わり。勝手に笑えばいい。ちょっとごめんなさい、サクッと読み出すので、読み間違えとかいろいろ勘違いあるかもしれないんですけど、そこら辺はスルーでお願いします。ちょっと忙しいからね。筆跡サンプル、文字の感覚が類似しているが決定的ではない。ウォルシンガム教宛ての手紙にある小文字の F が独特で横棒がない。この特徴は F ・ジェームスのサンプルにも見て取れる。 H も特徴的で、その他のアルファベットに比べ深く下に沈んでいる。2つのサンプルの共通点、文字の傾斜も同じ。文字の間隔、太さ、傾斜、筆跡など2通の手紙で共通している。調査の結果、インクも同年代のもので、その広がり具合や濃さもほぼ一致。総合的に考えて F ・ジェームスはドレイク卿の偽名だったと結論付けてもいいだろう。 F ・ジェームスの手紙サンプルは1597年2月15日に書かれていることから、ドレイク卿は死を偽装したという私の仮説が証明されたと考えている。これらは何らかの重要な数字で、マーガレットも気づいていたと考えられる。エイブリンと再度打ち合わせしなきゃ。指輪のスケッチ。ん？あ、これか。これは？昔のカメラにこれが映っていた。記念にあげるわ。いい。裏返す。何なの？あ、やば。まずい。
そこにいたか。パパ。探したぞ。ここで何してる？ああ、二人を探してたの。ボート出すわよ。ほら。うん、すぐ行くから先に行ってて。どうして？ああ、ほらその、私。なんだキャシー。ねえ、怒んないで。ねえ、怒んないでってば。鍵。それで何を見たんだ？別に何も。二人とサリーの写真くらいだよ。スペインの財宝も写ってたけど、あとショットガンも。そう、遅かれ早かれ気づくんだし、もう打ち明けたら。まだ早すぎる。何のこと？あのクソヤバそうなやつ。言葉遣い。ねえ、気をつけて。ごめん。でもまさか骸骨なんかを棚に入れてるなんて。見えちゃったの、銀色の頭蓋骨みたいなの。まだ絶対早いって。だろ、ネイト。今話すべきよ。ねえ、今話してってば。また話って一体何の話？まだ子供だ。でもサムとあなたはもっと小さかったでしょ。いや、それとはわけが違うだろ。ねえ、私もし怪しいことをしてたとしても全然気にしないから。私だってもう大人なんだし教えてよ。大人ね。いくつだっけ？ 笑える。まあまあ。わかった。じゃあまずはそうね。歴史上の大発見があるって、ある日パパが電話してきたの。それが全ての始まり。絶対に詐欺だって思ったけど。そう、イケメンの詐欺師。ちょっと顔も知らなかったってば。知ってたろ。絶対そう。それでその詐欺師が言うの、金を出してくれればフランシス・ドレイク教の棺を見せるって。言っとくけど本当に見つけただろ。でもインドネシアの海賊に取り囲まれたでしょ。おいおい、あれは俺のせいじゃないって。ちょっと待って。フランシス・ドレイク教の棺を見つけて、しかも海賊に襲われたって今言ったよね。本当に？ああ、うん、まあそんな感じね。マジ言っちゃってる。言葉遣い。マジやばい。よし。それで続きは？なあ、天気もいいし、ボートもあるし、風もいい。続きが聞きたいならボートを出そう。あれ？あ、ねえ、フランシス・ドレイクの骸骨ってどんなの？入ってなかったよ。そう、手帳とエルドラドの地図だけさ。あの黄金鏡。ああ、伝説ではね、実際は黄金の像、呪われた像だ。ねえ、それマジで？ああ、マジさ。それはひとまず置いといて。Thank you.
ということで、結構長いエンディングでしたね。そして、僕の動画初じゃないですか、撮影ね、ライブではよく何時間ってやってますけど、撮影では1時間もう40分行こうとしてるところでしょうかね。はい、いきなり僕こんなにすぐにエンディングが来ると思わなかったので、結局今回と前回で終われたんですね、アンチャーテッド。ずっと先長くいつまでも続くと思ってたんで、やってなかったんですけど、こんなに早く終わるんだったらとっととやっちまえばよかったですね。はい、そして、終わってからの感想、もうだいぶいろんなね、回を重ねるごとにここはこんな感じですねみたいな感じで言ってちょくちょく漏らしてきたんですけど、まずグラフィックはもうね、言うことないですよね。本当に綺麗で、草木の葉っぱ一つ一つ、その葉脈一つ一つまでねもうくっきりと言っていいぐらいのグラフィックで、あ、こんな場所ありそうだなっていうのがね、いかにももうこんなゲームの世界でしょうじゃなくて本当にありそうっていうのが、リアルですよね。そんなリアルにも作られてるって言った感じでしょうか。はい、あとは、戦闘に関してはちょっと操作感不慣れでしたね。僕がやり込み度が低いのもありましたけど、どうしてもとっつきにくかったなっていう部分もありました。はい、で、トータル的な評価としては、まさに映画をプレイしている、まさにそのもの。はい、ドキドキとワクワクが止まらない感じですよね。手に汗握るっていうのはまさにこのことだという感じで、初のアンチャーテッド、ね、だったんですけど、いや面白かったですよ。はい、僕の体質的にゲーム酔いは多々して、やる気がそがれる部分もあったんですけど、ゲーム酔いとか全然しないよって方にはもうおすすめですね。でシューティングもあるのありますけど、何回も何回もやり直してね、ダメだったら倒されたら何回もやり直して挑戦すればいいだけの話ですし、はい、でフォトモードとかもありますからね、気に入った風景があったらそれを気に入った角度からね撮ってみるっていうのもまた一つの楽しみ方であると思います。最後の最後まで戦闘の方は不慣れでしたね。変ななんかお猿さんみたいなジャンプしちゃったりとかね、そんなのが続いちゃったんだけど、でも下手くそながらも十分楽しめました。はい、ただ、難易度、初心者難易度一番イージーな難易度なんですけど、ちょっと難しかったかなっていうのはありますね。初心者であればもうちょっとサクサク行きたかったかなっていうのは、敵の柔らかさとかね、頭に食らわしてるのに一撃で、倒せないっていうのは多々あったので、っていう感じしますよね。やっぱシューティングやってる方ってヘッドショット一発で大体敵って言っちゃうじゃないですか。それがあれ行かないじゃんっていうのが多々あったので、ちょっときつめではあったかなっていう、初心者レベル難易度であればもうちょっと柔らかくしていただきたかったかなっていうのは正直な意見ではあります。はい、ただもうね、笑いあり涙ありみたいな感じ結局最後には家族愛というか夫婦愛というかね、はい、和やかな感じで終われて、ハッピーエンドで、ゲームもね、ものすごい楽しめました。はい、経験してない方はぜひ経験してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回でアンチャーテッド4、実況の方を終わらせていただきたいと思います。1回から全部見てくれた方とね、途中から端折って最初と最後だけ見る方ってよくいらっしゃるんですけどいかがでしたでしょうか。はい、続きがあったらどうですかね。やりたいとは思っていますが、その時になってみないと分かりません。それでは、今回はちょっと長かったんですけど、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕のチャンネルは商品紹介、感想、レビューや生活のお役立ち情報、その他バラエティに富んだ実写メインのケルズ、2014年4月よりスタートしたゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ、2017年より新たに設立したゲームチャンネルケルケルームゲームズファースト、そして任天堂ゲームメインのケルケルームゲームズ EX で構成されております。
動画解説欄に各チャンネルのリンクがございますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も動画解説欄からどうぞ。